トーマス・ロシターはアメリカ合衆国の画家であるアメリカの歴史を題材にした作品で知られるコネチカット州のニューヘイブンに生まれた肖像画家のナサニエル・ジョスリンなどから絵を学んだ1838年にニューヨークのナショナル・アカデミー・オブ・デザインの展覧会に出展し翌年ニューヨークに移ってスタジオを開いた1840年にアッシャー・ブラウンでランド ジョン・フレデリック・ケンセット、ジョン・ウィリアム・カシリアとヨーロッパに渡った。ヨーロッパでは、イタリアを訪れたトマス・コールと共に、ローマに滞在し、ロシターは1846年までローマに滞在し、ニューヨークに戻った。ニューヨークでは、ケンセットとルイス・ラングと共同でスタジオを開いた。1849年にナショナル・アカデミー・オブ・デザインの会員に選ばれた。 1851年に結婚し、1853年に夫妻はパリに移り、パリにスタジオを開いた。パリでは双子が生まれ、1855年のパリ万国博覧会に出展し金賞を受賞したが、妻が娘の出産後に死亡したため、1856年に家族はニューヨークに帰国した。1857年頃から、 アメリカの歴史を題材に大作を描くようになり、マウントバーノンの屋敷でのジョージ・ワシントンとラファイエットや、ワシントンの初代内閣などを描いた。1860年に再婚し、パットナム軍にハドソン川を見下ろす屋敷に住んだ。亡くなるまで、ナショナルアカデミー・オブ・デザインや、ペンシルベニア美術アカデミーの展覧会に出展した。ありがとうございます。